平野紫仕様、新事務所遺跡2日で、無双状態。SNS 指示の裏に潜む課題とは平野紫仕様の、戸部遺跡効果が爆発。2023年7月7日、滝沢秀明氏が主催する新事務所、戸部に移籍した元ジャニーズ事務所所属の平野仕様が、わずか2日で圧倒的な人気を誇る、無双状態に突入している。 ジャニーズのトップグループであるキング、リンチェプリンス、スノーマンのキサ松本、ジュンの大河ドラマ公式フォロワーをも凌駕するその人気の秘密とは一体何なのか、のか。また、一部で物議を醸している平野の CM 継続についても追求していく。1、飛べ、遺跡後の SNS 爆発。 平野氏仕が、飛べ、に籍してからわずか2日で、彼の公式インスタグラムのフォロワー数が275万人を超えた。これは、ジャニーズ事務所の中でも成長が著しいとされるスノーマンやキング、リンチェを迅速に抜き去る数字である R。ジャニーズ事務所を退除してからも、平野が SNS を積極的に活用する、Z 世代。 から絶大な支持を受けていることが浮き彫りになった。これにより、彼の個人ブランドが一気に拡大していることが伺える。2、平野氏をジャニーズ事務所を超越する存在に、キング、リンチェプリンススノースノーマンいったジャニーズの看板グループを抜き去り松本、ジュンや東山のりゆきといった個別の俳優にも迫るフォロワー数々。 これはまさに平野紫耀がジャニーズ事務所を超越する存在と言えるだろう。特に Z 世代において SNS の影響力が大きい現代において、平野の成功は単なる偶然ではなく、彼の個性や発信力が強く作用していることを示唆している。3.CM 継続の行方は ジャニーズ事務所を離れた後も、平野仕様は P&G 社、パブリンズの CM に引き続き出演中だ。契約は今月中旬までとされており、その後の動向が注目されている。生田東真や菊池風磨ラジャニーズタレントが出演する他の製品に変わるのか、それとも契約が更新されるのか。 これにより、彼の広告会での影響力がいかほどかが問われることになるだろう。4. 性被害問題との無縁感一方で、ジャニーズ事務所における性被害問題が風情する中、平野耀は岡本カウアンの発言に触れ、自身の性被害に関する発言をしなかったが、一部報道でカウアンと同じユニットに所属していた時期があるとされている。 これにより、一部のファンからは非難の声も上がっているが、平野には全面的な擁護の声も多い。平野がすでに性被害問題の試練を狂り抜け、その人気が揺るがないことが伺える。結論、平野仕用、戸辺遺跡で新たなフロンティアへ。平野仕用はジャニーズ事務所を離れ、新たな事務所、戸辺に所属することで、全く新しいフロンティアを切り開いている。 SNS を駆使した発信力、広告界での成功、そしてジャニーズ事務所を超えた存在感。これらの要素が彼の無双状態を支えている。一方で、性被害問題に触れられる中、その対応が今後の彼のキャリアにどのような影響を与えるのかも気になるところだ。都米遺跡により、平野市要が新たなステージでどのように活躍していくのか。 これからの動向に注目が集まる。